オリンピックの結果としましては、こう目標としていたメダル獲得には届かず、悔しさの残る結果となってしまいましたが、それ以上に自分自身の成長につながるいい経験ができたのではないかなと思います。まあ、このような貴重な経験ができたのも、日頃応援してくださる方々や陰で支えていただいている方々のおかげだとすごく感謝しています。このオリンピックで得た経験っていうのを、こう自分の中でただ終わらせるのではなく、大東生命 SB リーグも10月から開幕いたしますので、そこでこうチームとして何ができるのかっていうところを自分からこうどんどん発信していけたらいいなと思います。オリンピックの応援ありがとうございました。ありがとうございました。